なんかガーシーなんですけど、ガーシーの話題もどんどん減ってきてはいるんですけど、ただガーシーとね、なんか一緒になんかやるとすごくバッシングが来るってことが最近多いみたいですよね。最近まず本田圭佑ですよね、サッカーで、ね。それが一緒にね、インスタに載ったのかな？ガーシーが自身のインスタグラムで、サッカー日本代表の本田圭佑とツーショットを公開して話題になった。まあだから本田圭佑さんは今ね、ワールドカップやってるから行ってるんでしょうね。仕事上でね。で、今回の投稿に、昨日圭佑に会った。カタールでのワールドカップに行く前にドバイのカナダ戦に立ち寄るからと連絡をもらい飯食った。2010年の南アフリカワールドカップの前に会ったが最後やから。12年ぶりの再会などとつづったと。で、ある日を境に連絡が取れなくなってしまったとのことだが、どっちかが携帯を変えたからやろうって、お互い様やな、いうことで落ち着いた、と言って、語っていると。しかし、ネット上では、ホンダの好感度下がるわ。なんでガーシーと繋がってるの？嫌だ。ホンダの評価、ガタ落ち。ガーシーなんかと関わりあるなんてショック、などの声が殺到していると。まあ、でしょうね。ホンダ圭佑さんのイメージ良かったのにね。これで、なんか同じ穴のムジナかっていう感じになりますよね。まあ、同じように、なんかやっぱり一緒に出て炎上してる人がいるんですよね。まあ、もともとあら、論文の厚さんとか別にね、あと、タカさんとかね、ワンオクのタカさんとか、まあ、知られてるんですけど、ここ最近また急に、あれですよ、西川貴教、TM レボリューションですよね。なんか一緒になんかやったんですよね。ガシルに登場し、ファンの間で一体なぜと、不思議がる声が相次いでいる。ガーシーは間に自身の YouTube チャンネルで、西川中心とする西川会に入っていると説明。西川とは稲子ライダーの正午の紹介で知り合ったと。西川のことを兄貴と呼んでいることや、西川の誕生会や主催する稲妻ロックフェスの打ち上げをガーシーが仕切っていたとも明かしていると。で、視聴者から GACKT の暴露はないのかと問われた際に、ガーシーは GACKT とは親しくないことを明かしつつ、その理由を西川の兄貴に GACKT には近づくなと言われていると話したと。世間的に西川貴教とガクトは仲がいいというイメージで、テレビ番組での共演も多い。そのため、西川くんガクトのこと本当は嫌いなの？陰でそんな忠告してる。で、衝撃を受けるファンが相次いだって。で、ネット上では、まあ、その西川貴教さんにイメージダウンでしかないのになぜてたという驚きの声。ガーシーに弱みを握られているのではと言った憶測も。だからこれが多いっすよね。弱み握られてんじゃないのっていうようなね、言われ方がね。ガーシーといえば、この前のホワイトボードのやつでね、小栗旬、佐藤健、篠田優など、かつてガーシーと交流がありながらも、現在は関係を断っている芸能人を、まあ、断捨離していったんですよね。ガーシーは現在も自身に友好的な態度を示している芸能人については暴露を控える傾向があるため、西川に対しても自身について暴露させないため、動画に出演したのではないかという声は多いようです。だから、ガーシーの基準って自分と仲いいかどうかなんですよね。で、その暴露もなんか怪しいですけどね。だ、そういうのがあるんで、どん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 ガーシーのね、あれが落ちてくんですけどね。ガーシーの真実味が落ちてくんですけどね。だって、なんか、あれでしょ、滋賀県の知事狙ってるとか言ってますからね、西川貴教はね。だからガーシーと絡むのは、何の得にもならないと思うんですけど、なんだろうなと思いますけど。あと、やっぱりこう、評価を下げるってのはやっぱり、人が、まあ、どういう人と仲いいかなんてのは、その人の勝手か、なんでしょうけど、でもガーシーって、迷惑かけてるじゃないですか。まあ、詐欺だったりもそうだし、その暴露で、YouTuber のあの女の子とかね、病院通うようになったりとかね、辞めたりとかね、迷惑を被ることをしてるわけですよ。議員とかにもなっちゃってるのに関わらず。ある意味、人に対して、被害を与えてる人と仲良くしてるっていうことの自覚が足りないのかなって思うんですね、芸能人としてね。仲いいのは別に勝手ですよ。でも、陰でやっててくれりゃいいんだけど、でも表立ってやると、あ、この人も仲いいんだってなって、もう統一教会じゃないけど、じゃあ自民党の誰だと仲いいってなると、お墨付きを与えるってよく言うじゃないですか。そういうことで詐欺のね、片棒を担ぐことになっちゃうじゃないですか。ガーシーが誰々と仲いいと、大物の芸能人と仲いいってなっちゃったりとかすると、それが信用度に変わっていくわけですよね。じゃあそこ気をつけてほしいなと思いますよね。佐藤健くんなんて一切ね、無視してますからね。それが僕は正しいと思います。だって一つ、一般人に迷惑をかけたりとかね、まあ、少なくとも、まだ事件としては立証されてはないのかもしれないけども、それによって明らかに被害を被った人がいるっていう人物と、
にお墨付き当てるじゃないけど仲良くするってなると、やっぱり同列に見られるってことはちゃんと理解してほしいです。もう本当に芸能人であれば有名人であればあるほどと僕は思いますけどね。うん、